はい、皆さんこんにちは。今だからのんびりフィルムカメラの一人フォトです。はい、今日はね、ちょっと皆さんに、ちょっと不思議だなと思っていた方がもしかしたらいらっしゃるかなと思って、告白動画をね作ってみることにしました。最近のもっぱらのね、私のフィルムカメラの話題というのが、はい、ニコンコンプリートファイル126ページに載っているニコン 100F100 ですね。このカメラって本当に素晴らしいカメラなんですね。本当に素晴らしいカメラ、皆さんのコメントにあったように、ニコン F4S かニコン F100 かっていうことで、皆さんにね、どちらが好みですかっていうコメントをいただいたら、もう真っ二つくらいに、半々くらいにどちらもいいカメラだから、っていうようなご意見いただいて、皆さんのね大体のご意見は、せっかくだからね両方持っておくのが一番いいんだよっていうご意見がすごく多かったですね。で実際にねこのカメラに、電池を入れてオートフォーカスでね確認したら本当にいいカメラでした。ちょっとニコン 100F100 のねご紹介、細かなご紹介してなかったのでちょっと先にご紹介させていただきます。ニコン F100 はね発売は1998年の12月です。ボディ単体ですよ、これだけで19万円したというカメラで、アイレブ、視野率 96%、0.76 倍、AF の即拠点が5点ですね、ということで、ハイレベルなスペックを盛り込んだコンパクトボディの高級機、プロ向けの F5 を一般向けにシェイプアップした高級機で、作動部にオーリングを、使用した防塵防滴構造を採用だ、ね、防塵防滴なんですね、火災を、腰高の、F5 に比べて前行低く小回りが効くのでサブ機としても評価を得た、速攻は F5 の RGB ではなく 3D 十分割マリパターンだが精度は良好、マグネシウムダイキャストで、堅牢なボディ、96% のファインダーシェア率も実用に十分だということで、シャッタースピードもね、8000分の1まで使えるカメラ。現在のその、デジタルの一眼レフカメラ、にもうのレンズがねほぼ使えるというカメラで、やっぱりすごくね非常に、素晴らしいカメラなんですね。で一般的にはねヤフオクもそうですし、カメラの専門店なんかで言うともう、3万円から5万円くらい感動品だとするカメラですよね。なのでそのカメラがね、電池ボックス液漏れ、電池ボックス液漏れで、実際にその液漏れをきれいにしたらね、プラスチックの一部がもうクラックが入って、もう崩壊寸前だったので、今見ていただくと分かるように、これ分かりますかね、ほら、私なりに補強をしました。で、まあ、なんとかね今使える状態になっています。なんですけど、ここで皆さんちょっとねもしかしたらですけれども親と思った方がいらっしゃるかなと思うんですね。私はだいたいジャンカーなので、こういったジャンクのカメラって、よくご紹介してますけど、でも動かないかわからない、しかも持病である電池ボックスがねかなりまあ際どいかなというカメラを7628円という値段を出して
買うのかなって思った方がもしかしたらいらっしゃるかもしれないです。もしかしたらそんなことを思った方いらっしゃらないですかね。7628円も出してこのカメラ買うのって思わなかったですか。はい、もし思った方がいらっしゃるとしたら、その方はね、多分私の性格をよく分かってる方かなと思います。実はね、あのレンズ付きだったんですよ。このジャンクかもしれない、ニコン F100 レンズ付きだったんですね。で、これからご紹介するレンズがセットになって7628円だったんです。はい、そのレンズのご紹介をするときっと貧粛だろうなと思って、話題からちょっとわざと外していたんですけど、実は今回ね、このレンズのことをもしご存知の方があったら教えていただきたいんですけど、ニコンのオートフォーカスのね、レンズついに、手に入れました。はい、ということで今日はね、そのレンズのご紹介をしながら、このレンズがね、どのくらいのレンズなのかっていうことが知りたくて、皆さんにね、教えていただきたくて、今日の動画になります。ということで、ちょっとレンズをご紹介しますけれども、ちょっと持ってきますね。はい、持ってきました。実はね、外観からするとね、このカメラレンズっておそらく過去発売当時はね、相当したんじゃないかなと思うレンズなんですよ。で、まあもちろんフルサイズ用のレンズなんですけれども、フィルム自体のレンズだと思います。ちょっとね、詳しいスペックっていうのはちょっとわからないというかね、わからないんですけれども、 VR レンズではないので、おそらくフィルム自体のレンズだと思います。はい、そのレンズは何かというと、このレンズなんですよ。これなんです。ニコンの AI ニッコール24から 85mm の F2.8 から4の D レンズです。VR はついていないので、おそらくフィルム時代のレンズだと思います。で、手に入れたのはフード付きで、手に入れました。このレンズ、もうおそらくニコンの古くからやってる方はご存知のレンズだと思いますけれども、オートフォーカスのレンズなんですね。で、このレンズ なぜ手に入れたかというと、当然ですけど、ニコン F4S でも使えますよね。よいしょ。はい、オートフォーカスもちゃんと動きます。で、何だったっけ、オートフォーカスでもちろん動きますし、もう動きますね。で、絞り優先にしても、はい、もちろん動くレンズですよね。で、なおかつ、F4S でも使えれば、F100 でももちろん使えます。はい、こんなすごいレンズなんですね。ああ、そっかそっか。これはこの場合は最小絞りにしなきゃいけない。はい、こんなすごいレンズなんですけど、このレンズの
まだ私撮影したことがないんですけど、スペックってどうなんでしょうかねということで、皆さんにね、今日は聞いてみようかなと思って動画を作ってみました。で、もう一つはね、ちょっと考えていることがあって、これはね、微妙なんですけれども、このレンズとこのカメラ、F100 と、まあ、F4S 持ってるわけですよ。で、こういう選択肢って皆さんはどう思われますか？例えばニコンのフルサイズの、D600 とかね、D750 とかあるじゃないですか。レンズ共用で使えるので、もししたら、例えば私が持っている今の、デジタルカメラですけど、フルサイズのデジタルカメラに使ってレンズ共有で使うっていう選択肢は皆さんにはありますかね。例えばですけど、これはね、ちょっと私もね、これはちょっと冒険すぎるかなと思うんですけど、私が持っている、デジタルカメラでいくと、この間本当に手に入れたばっかりのニコンのソニーの α7II とかね、をニコンの D750 とかに変える選択肢ってちょっと考えてしまったんですけど、そういう選択肢って皆さん考えたらどうなんでしょうかね。そういう選択肢ってありますかね。そうするとね、オールドレンズを、使うとすると、まあ、オールドレンズで使えるんですよ。キヤノンのね、この間の下手さんにいただいた D40D でね、 EOS40D で、まあ、大方のあのレンズはオールドレンズとして使えるので、ソニーの α7II と引き換えにニコン D750 とかニコン610とか600とかね、購入してこのレンズと共用して使うっていう選択肢もあるのかなーなんて、ちょっとね、今考えちゃってるんですけれど、そういう選択肢って皆さんどうでしょうかね。そういう選択肢ってあるのかなっていうか、それに、それをやってもいいくらいのレンズなのかどうかっていうことも含めてね、皆さんに、今日は、コメントいただきたいなと思っています。ちょっとね、さすがにね、このレンズとこの、ニコンの F100 ニコンの F4S、持ってるとね、これにフルサイズのデジタルカメラを持つ選択肢ってなんかパッと思いついちゃったんですねだけどなー、ソニーのα7II もね、相当フルサイズの、オールドレンズを使うとすれば、やっぱりソニーの FE マウントってもう万能ですからね。まあでもね、キヤノンのEOS40D があれば、オールドレンズだったら、だけだったらね、こだわる必要もないのかなとかね、いろんなことを今日はちょっと考えて、しまうようなレンズなのかな、なんでしょうかね。外観も綺麗だし、カビ一つありません。それからフードもついてます。で、ニコン F100 でも使えて、はい、
まあ、カメラでねどちらを選びますかなんて動画を作ったんですけど、ニコンの F4S でも何も問題なくね撮影ができるオートフォーカスのレンズなんですね。まあ、これ持つとねなんとなくねニコンのねフルサイズのデジタルカメラを持っててもいいのかななんて思っちゃったりするんですよね。まあ理想的に言えば、ニコンの DF ですね。DF が一番いいんでしょうけれども、まあ、もう、まあ、そこまで、こだわらなくても、ニコンのねフルサイズのあのデジタルカメラを持つっていう選択肢は皆さんにはありますかね。はい。今日もうだうだとね、私の悩み事というかね、妄想に付き合っていただくような動画になってしまいましたけれども、はい、そういう選択肢ってあるのかどうか、コメントいただけると嬉しいなと思います。そのくらいね、なんかね、このレンズをおそらくね、ちょっとネットで調べたら、発売当時、定価でもしかしたら10万円くらいしたレンズじゃないかなと思うんですよ。ただしね、VR はついてないので、手ブレ補正はついてないんですけれども、これで、このレンズでね、まあ、そもそも僕自体が、手ブレをする写真も好きなので、絶対ブレないっていうことは望んでいないんですけれども、その価値があるレンズなのかどうか、デジタルのフルサイズを買って使ってみる価値があるのかどうか、もちろんねソニーの α7 II でこのレンズを使うっていう方法ももちろんありますけれど、なんとなくソニーニコンのカメラで、使ってみたくなるような衝動っておそらくね皆さんもあると思いますけれども、そういう選択肢ってあるのかな。はい。今日の話題はこのレンズをネタに、妄想の動画を作ってみました。実際にそういう選択するかどうかっていうのはね分かりませんけれども、皆さんからのあったかなコメントをお待ちしています。はい。で、動画が面白いければ、いいねボタンを押していただくと嬉しいなと思います。はい。最後までご覧いただきましてありがとうございました。今日はね、こんな立派な、レンズのお話をさせていただきました。さよなら。